精神疾患で通院中、無職なのです。生きる意味や生きがいについて悩んでいます。一般的な生きる意味とか生きがいはないんですよ。なのでただ生きる意味とか生きがいは自分で決めることができるんですよね。現在37歳、精神疾患で通院中、無職なのです。ここ数ヶ月生きる意味や生きがいについて悩んでいます。現在の状況から自身の将来や社会に希望が持てず、何事のやる気も起きません。専門家に相談しても生きる意味なんてなくていいよと言われ納得ができません。どのように考えたらよろしいでしょうか。一般的な生きる意味とか生きがいはないんですよ。なのでただ生きる意味とか生きがいは自分で決めることができるんですよね。だから最近で行くと坂上忍さんっていうフジテレビで毎日昼の時間にずっと生放送で喋り続けたおじさんがいるんですけど、でおじさんが保護犬保護猫を守り続けて、それで利益が上がる構造にして日本中の保護犬の保護猫を減らそうっていうのをやってたりするんですよ。でそれは別に彼が生まれた時にそういう使命を帯びたわけではなく、彼はそれをやりたいと思って、で、結果として生きがいのようなものになってるって話で、誰かに相談して、その専門家とやらに相談して自分がやりたいことを決めてもらう必要ってなくて、じゃあ俺これやりたいよねっていうのを自分で決めればいいんじゃないかなと思います。では別にその社会を良くする必要とかも特にないので、なんかじゃあそのトマトを育てて、そのめちゃめちゃ美味しいトマトを作る、で俺はこの美味しいトマトを食べて美味しいと思いたいでもいいんですよ。なのでそのなんか絵描いてめちゃめちゃ絵うまくなるとか、その手先が器用だから、じゃあそのなんか木工細工とかでそのなんかこう仏像を掘り続けるとかでもなんでもいいんですけど、とりあえずなんか自分がこれ好きだよねっていうもので、あじゃあ俺これに凝ろうみたいな、凝るものを自分で決めればいいんじゃないですかね。美味しいものいっぱい食べるでもいいと思いますよ。で料理がうまくなるっていうのもありなんで。